念願だった加藤の285系サンライズエキスプレスを購入してしまいました。しかも2セットで室内灯完備です。もうワクワクが止まりません。加藤の人気の車両で今年5月に再生産されたんです。素晴らしい。ついついお顔から覗き込んでうっとりですね。最近のロットはここの乗降扉に筒摺りの黄色ラインが入ったり、商品名にもあるようにパンタグラフが2機になっていたり、カプラーは台車マウントのままながらこうして車端部の床下部分が再現されたりと、発売当初から見ると随所に改良が加えられてきています。コレクションとしてはこういうところに部品をつけて、それからやっぱりこの屋根上を塗り替えて、僕加藤が選ぶ屋根の色って多くの場合どうしても好きになれないんです。写真などの印象を信じてもっと渋い屋根色に塗り替えようと思います。今回は2編成続けて電吉コレクション化しますので、1編成できた時点でデフォルトとの比較映像も入れたいと思います。各車両の解説も僕なりのリアル化加工が終わってからターンテーブルで回転させながらご紹介しましょう。それとコレクションの仕方ですが、いつもの電吉クラブだとブックケースを12両入りに改造するんですが、サンライズエクスプレスは1編成が7両なので、キャスコの大箱を買わない限り14両を1箱化はできないので、このままでいこうと思います。サンライズに関しては2箱で収納すると決めたので、列車名表記もサンライズ出雲、サンライズ瀬戸、別々に準備したんですよ。はい、電吉クラブです。瀬戸内と神話の国への寝台特急、今回はサンライズ瀬戸出雲をテーマにお送りします。2018年6月28日から7月8日まで降り続いた雨は岡山県地方に甚大な被害をもたらしました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げたいと思います。その直後にサンライズ出雲でここを通って出雲旅行を計画していた電吉ファミリーの寝台チケットも紙くずになってしまいました。けれど豪雨で家や家族を失った人たちの悲しみと比べたら何でもない。その時諦めたサンライズへの思いでしたが、この度模型になって帰ってきました。出雲と瀬戸、それぞれのリアル化、デフォルトとの比較、最後にはトポンデッタ海老名店での走行シーンなどなど盛りだくさんの内容でお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。早速付属部品を確認しましょう。連結キーカバーですね。それから2段式になった電連、こちらプラ成形色のままじゃ嫌なので塗装しようと思います。それからこちら屋根上の飛来機とかアンテナ一式が揃っているパーツです。こちらも塗装しましょう。それからこれはサロハネにつく BS アンテナですね。これは半光沢のクリアでプラ成形のツヤを消したいと思います。ではやっていきます。連結キーカバーはタミヤのロイヤルライトグレーを吹きました。それから2段電連パーツは連結キーカバーより少し暗めのクレオスの軍艦色丸1、屋根上パーツは屋根上を軍艦色丸2で塗るので若干明るめの軍艦色丸1をそれぞれ吹いてみました。それから BS アンテナは結構白っぽくてドンピシャの色がないと判断して、半光沢のクリアでツヤの調整のみを行っています。
それではサンライズエキスプレスのリアルスアップ加工スタートです。まずはブックケースにサンライズエキスプレスの写真を貼っています。これは収納した時の収納姿をかっこよく見せる効果です。主に実写の写真を使いますが、トミックスのハイグレード仕様ではかっこいいイラストを転用したりします。今回は同じセットの2セット同時購入ですから、スリーブは共用で同じ写真にしましたが、箱の写真は違う写真を選びました。スリーブはどちらのスリーブを戻しても OK ですが、中箱は0番台出雲と3000番台瀬戸で入れ分けることにしました。次に品名表記ですが、加藤も0番台と3000番台をはっきり区分していますが、僕は車体の行き先表示により瀬戸と出雲も明記することにしました。スリーブの穴に沿ってボールペンでつけた印をよく見ながらバランスよく貼り付けます。そうそう、背表紙にもきちんと品名を表記しておくのは電吉クラブのこだわりです。はい、収納箱のデザインがかっこよくなりました。今度は棚から選び出す時の検索性アップです。200箱あるのか300箱あるのか、それらのコレクションの中から求める車両を探し出すのは大変です。そこで僕は収納箱のスリーブ背表紙に中の車両の顔写真を貼っています。マイクロエースがやり出す20年も前から貼っているんです。マイクロの真似ではありません。マイクロエースが真似したんです。顔写真を2枚貼っているのは、ヘッドライトを点灯した顔とテールライトが点灯した顔を貼っているのですが、中には保管場所節約の目的で異なる2つの系列を一緒に保管してある箱もあるんです。2枚貼り始めた目的はそういう箱とのデザイン統一をするためでした。どうです？そんなところまでこだわっているんですよ。マイクロエースの真似なんて言ったら怒りますよ。箱ができたところでコレクション化するためにこれから手をかけるところをおさらいしておきましょう。まず別パーツになっている部品は全部つけるが前提ですが、なんといっても屋根色を軍艦色丸2へ塗り替えをしたいのと、台車車端部への墨入れをすることで少し使い込まれたイメージにしたい、タミヤのダークブラウンを流したいと思います。そして正面お顔の連結器周りにも墨入れをしたいと思います。それからこのパンタ付きの車両は床下を濃いめのグレーにした上でウェザリング、屋根上も軍艦色丸2でシックな装いにして落ち着かせたく思います。またパンタグラフも軍艦色丸2にして周にゴールドを刺したいと思います。そうすることで活躍する電車の力強さを強調できたら良いと思っています。あとは今回は夜行列車なので室内に室内灯を取り付けるところまでやりたいと思います。室内の色塗りはまずはノーマルのままの光の色を見てから後日に撮っておこうと考えます。屋根を塗るためにはまずは車体の分解が必要です。バラしたんですが、ここの車板が小さくて僕の目には全然見えないので、こうやって車体裏に0番台1号車を意味する01をマジックインクで書くようにしました。おっさんはおっさんらしい工夫してるんです。7両分車体をバラしたので屋根の塗装に入ろうと思います。屋根も念のためこうやって何両目の屋根なのかを記しておくようにしました。でこれクーラーは調べてみましたが全車両同じなので特に識別の必要性はありませんでした。屋根のように大きめの部品は野外で新聞紙などの上でスプレーするようにしています。ちょっとぐらいの風なら飛ばないような対策をして塗装開始です。僕はラッカー系の塗料は基本缶スプレーを使って野外で塗るようにしています。
コストパフォーマンスを考えるとエアブラシが安いですが、一回一回器具を掃除する手間が大変なので、僕はウェザリングなどエアブラシでやることに決めて使い分けているんです。ラッカー系は匂いも強烈なので室内でやる気になれません。それでは屋根上を塗ってきたので、今度はタミヤスミーレブラウンを流してうっすらホコリが積もった表現をします。スミーレブラウンを流してキムワイプで拭き取ると、軍艦色がやや茶色を帯びたすすけた表現になって、色もマットになるのでかっこいいんです。今までティッシュを使っていたんですが、視聴者の方のコメントでキムワイプの方が繊維がつかなくていいですよってアドバイスもらったんです。どんなところで売ってるのか知らなかったんですが、気にしているとそこら辺のホームセンターに売ってるんですね。偶然見つけたので買ってきました。どうでしょう、スミーレブラウンを流した屋根と流していない屋根違いますよね。次はパンタの乗るモハネの屋根です。編成中モハネだけ2両2階建て構造になっていないので平らな屋根上をしています。ウェザリング加工としてはやることは基本的にクハネやサハネと一緒ですが、パンタグラフの台座付近に配管があるので、乾いたら配管に沿ってスミーレブラックを流すとモールドが立体化されて見えるので、もう一手間いるのがモハネなんですね。その意味では先にモハネを塗って乾かしておくと作業効率が良かったかもしれませんね。こんな感じにできました。今話していたパンタ周囲の配管にスミーレブラックで陰影をつけているところです。はみ出したら拭き取れるので、僕は塗料についているチャッチーハケで作業をしていますが、面相筆で丁寧に塗料を流して拭き取りを省略する方が賢かったかもしれません。いずれにしても僕のやっている墨入れやウェザリングは結構大雑把な作業で OK なので、気楽にできて楽しめる作業なんですよ。楽しそうにのびのび作業をしているのがわかりますか？ほら、こんな感じにできました。屋根への墨入れが終わって乾いたので、組み立て作業を始めていますね。クーラーや発電ブレーキ用の抵抗器ですかね。銀色が際立ちます。部品の塗装が終わって元の状態に組み上げていくときは気持ちがいいですね。屋根をボディに戻す作業は硬くて少し手こずりました。そうしたら僕はこのタイミングでユーザー取り付けとされているパーツの取り付けをやっています。平行きやアンテナ類などです。ここにもですね。そして先頭車のこの部分のアンテナになります。屋根上関連のパーツ完了です。いやー、完了かと思ったらまだ肝心なパンタグラフを取り付けていませんでした。軍艦色丸2に塗ってきたので周にゴールドを入れています。パンタはプラ製ですが、台車と同じ感じの折れにくい材質なので塗料が乗りにくいと見てプライマーを吹いてから軍艦色を吹いています。その勢いでパンタグラフの足の部分の台紙への白の色入れをしてから屋根取り付けになります。パンタグラフをモハネに乗せたら一気にエアブラシでウェザリングしてしまいます。いつも言ってることですが、汚しすぎないことが綺麗に汚すポイントです。285系の場合、2機あるパンタのうち常用される側を中心にウェザリングします。パンタ周辺のエアブラシは架線とパンタが擦れることで落ちる金属粉が飛び散ると思われる範囲のみを軽く汚しました。僕は両方のパンタ周りにタミヤスミーレブラウンを拭きましたが、常用されていない側はエアブラシしなくても良かったくらいです。
はい、できました。最後にお顔周りのウェザリングです。正面の貫通扉のモールドにスミレブラックを流し込んで、乾いてからはみ出した塗料を拭き取ります。車体にルーバーなどがあればそこもやるのですが、285系ではそれがないので、側面では乗務員扉にのみ墨入れを行ってやめました。はい、これで乾いたらエナメル溶剤で拭き取ります。カプラーですが、今これ連結できる状態です。こうやって触れますよね。これを下げるとカプラーが固定されて動かなくなります。動かなくなるのはここに V 字の溝があって、カプラーステーがそこにはまり込むことで固定されるので、ここの溝を大きく削ってやるとカプラーは引っ込んだ状態でも触れるので連結間隔が短くなる。これは視聴者の方からのコメントなので早速やってみることにしました。ここの V 字ですね、ここの周囲を少し大きめに削り取ってしまいましょう。まずはそのための大雑把な毛書きをしています。僕はまずカッターで V 字を左右に大きく広げて丸ヤスリをかけて仕上げました。ルーターで削るともっと簡単だったかもしれません。今カプラーが触れているのは連結モード。このレバーを下げて固定モードにしてもこうやってカプラーを振ることができました。ほほー、これはいいですね。狭めの連結感覚にこだわる僕にとって、今までなら TN 化していましたので、これは大変助かるアドバイスです。ありがとうございます。すっかり気に入ってしまった僕は、さらにかっこよくしようとカプラー受けのここの部分を艶消し黒で塗ることにしました。胴受けの奥の暗い部分なので、プラスチックのグレーが見えるより黒くシャドウ化してる方がいいかなという発想です。こちらは固定モードでカプラーが触れないままの先頭車ですが、こちらにも胴受けの奥の暗い部分は艶消し黒を入れることにしました。ピントがボケててごめんなさい。そうしたら最後にカプラー受けパーツの見える部分にも軍艦色丸2でドレスアップです。いいですね。続いて組み立てです。加藤のこのタイプのカプラーは組み立てが簡単なのが助かります。いいですね。カプラー固定モードでもこの通り。もう一行、こちらは常時先頭車になる側で、後でカプラーカバーをつけてしまおうと思っています。はい、固定します。そうしたらカプラーカバーを取り付けます。お、いいですね。次は電電パーツを装着します。ますますかっこよくなりました。そうしたら電電とカプラーカバーに墨入れブラックで墨入れします。こんな小さな部品もほら、墨入れするとリアルになるんです。嬉しいですね。比較してみましょう。上がノーマル、下が車間短縮改造後の連結感覚になります。ノーマルも悪くありませんが、改造後の方が断然僕好みです。この狭い連結感覚でも動作に問題はないようですね。十分に自在に動きます。後で海老名のポポンデッタで走らせてみようと思います。どうかお楽しみに。走行している間に、これ先頭部の台車ですが、トミックスのスノープラーを取り付けてみました。台車とスカートの間が何か間の抜けた感じがしていたんですが、こうすることで締まって見えますよね。うん、なかなかだと思いませんか。ここまで来たら台車だけプラスチックでピカピカしているとおかしいので、台車にも墨入れダークブラウンを流します。台車のモールドは裏に抜けていないので安心して流しますが、そうするとモールドの深いところが黒っぽくかっこよく色づくんです。床下機器や台車が黒で成形してある車両の場合、床下ウェザリングは省略することが多いですが、グレーだとやっぱり安っぽく見えてしまうので、ウェザリングは欠かせませんね。ついでにグレーの
カプラーまでダークブラウンでジャブジャブにしてしまいます。グレーって微妙なんです。それからここの車端部の床下機器ですが、本来は外して軍艦色に塗ると良いのですが、今回は墨入れだけでごまかしてしまいました。それでもどうでしょう、カプラー部のジャンパー線も含めていい感じに塗れたと思っています。それではボディを組み戻しますが、室内灯も順次セットしながら進めることにします。まずは室内灯セットも説明書に目を通します。説明書によると7組中1組 LED の足と導電盤の足が短い子がいるそうで、それが動力車用とのことなので、それから取り付けます。それではまず LED ユニットに導光板を取り付けます。突起をはめて9ミリの幅に切ったアルミテープで固定します。アルミテープはカッターで9ミリ幅に切り込みを入れて準備しておくと良いようです。そうしたら動力ユニットの導電盤を刺す側の爪を外して端部を引き上げたら、そこに動力車用の導電盤と LED ユニットを差し込みます。 006P 乾電池で LED がつけば OK です。そうしたら床下パーツのへこみ部と車体部品のつま面裏の出っ張り部がある方を合わせて車体を組み合わせます。そしたら乾電池で確認 OK です。次は先頭車と残りの車両たちです。先頭車は説明書通り頭の2ブロックをカットしてから取り付けます。そしてアルミテープを貼ります。ここからは組み立て作業なので3倍速でカットンでご覧ください。まずは導電盤をセットしています。続いてLED ユニット足す導光材を裏にあるボッチで車内部品に差し込んで取り付けます。そうしたら車体をかぶせて完成です。こんな要領で7両編成に次々と室内灯を取り付けていく作業は実に楽しいものです。次はステッカーの貼り付けです。サンライズ瀬戸なので高松行きを選択しています。僕はステッカーの貼り付け作業ではカッター刃を一つ折って切れを良くした状態で臨んでいます。切れが良いと作業もはかどります。ステッカーは所定の位置までカッターの先につけた状態で運びます。そして所定の位置に置いたらピンセットの先などで定着させます。はい、まずはサンライズセットの7両がドレスアップ完了しました。どうですか、写真と比べて屋根上がリアルになったと思いませんか。サンライズセットの7両編成リアル化加工完成です。東京から出発するときは前に7両サンライズセット、この後ろにサンライズ出雲を従えて7号車、6号車、5号車の順で一番左が1号車の順に並べてあります。それぞれの車両の説明はこの後ターンテーブルで回しながら説明したいと思います。加工が終わったサンライズ瀬戸電吉クラブコレクションに加えるために加工するんですが、加工したところをおさらいしましょう。まずは屋根上の塗り替えですね。明るいグレーを渋いグレーに変えています。それから台車と車端部床下機器に墨入れダークブラウンを流しています。それからカプラーの塗り替えと車間短縮加工ボディへの墨入れを行っています。そして室内灯の組み込みですね。モハネでは屋根上のパンタグラフ、そして取り付けた周辺パーツも筆差し済みです。目立つ部分なのでちょっと頑張ってみました。それから例によってパンタ周辺にはエアブラシによるウェザリング塗装も行っています。
この後デフォルトのままのサンライズ出雲編成とも比べてみましょう。結構歴然とした違いがあると思いますよ。こちらがデフォルトのままのサンライズ出雲との比較です。右側の7両がまだリアル化加工前のサンライズ出雲、左側の7両はリアル化加工が終わったサンライズ瀬戸になります。どうですか？かなり印象が違いますよね。やっぱり N ゲージって運転していると屋根上が非常に目立ちますので、もう少し角度を変えてご覧に入れます。いかがですか？上から見下ろすと大きく印象が違って見えませんか？ちょっと手を入れた瀬戸と未加工の出雲です。こんな感じです。お顔も墨入れがしてあるのとしていないのとではかなり印象が違いますよね。サイドの乗務員扉も違いますよね。やっぱり屋根、僕はやっぱり加藤とは好みが合わなくて渋い屋根に塗り替えてしまいます。製品の出来栄えや走りっぷりに関しては加藤が一番だと思っている加藤信者も、屋根のセンスはマイクロエースの方が近いセンスをしているんです。余談ですけど、最近のマイクロエースの品質向上すごいらしくて、西部のラビューなんて感動するらしいですよ。続いてサンライズ出雲もリアル化加工完成しました。サンライズ瀬戸、サンライズ出雲、加藤285系サンライズエキスプレス全14両が電気機仕様にリアル化加工完了しました。すでに収納箱もできていますので、これで電気機クラブコレクションに加わることができます。それではこれから海老名のポポンデッタ小田中トレインギャラリーさんに行って、堂々の14両編成で改装する姿をお目にかけようと思います。今回は欲しかった285系サンライズエクスプレスをリアル化加工して電気機コレクションに加えるまでのアプローチを見ていただきました。この後編成と車両形式について簡単にお話ししてから走行シーンを見ていただきます。今回の動画は少し内容を欲張ってしまったため若干長くなってしまいました。申し訳ありません。どうぞ最後までお付き合いください。まずは1号車、7号車、8号車、14号車に連結されるクハネ285です。運転台を備えた制御付随車で、客室設備はシングル19室、シングルツインが1室あります。模型では連結機カバーがついた車両とついていない車両で先頭車か中間先頭車になるかを決めています。当形式では先頭車から2階建て車両になっています。サハネ285には2号車、9号車に連結される200番台と6号車、13号車に連結される0番台があります。どちらもシングル20室、シングルツイン3室を備えた中間付随車で、200番台は車椅子に対応するための広幅乗降扉があるのが特徴です。こちらは3号車、10号車に連結される中間電動車で、285系は7両編成中たった2両の電動車が頑張っています。床下に走行装置をぎっしりと備えているため、上下客室はありますが、分類的には2階建て車両ではありません。客室設備としてはソロ20室のほか、シャワー室、ラウンジルーム、自動販売機などを備えています。屋根上の空気圧縮装置がかっこいい車両ですね。
次は4号車11号車に連結される中間付随車で、1階に B 寝台扱いのサンライズツインが4室、2階には A 寝台扱いのシングルデラックスが6室あるほか、シャワールームも備えた車両です。客室を片側に寄せた配置なので、通路側には編成中唯一の平屋に見える窓が特徴です。あ、ちょうど今こちらを向いているのが通路側になりますね。形式最後の紹介になりますが、5号車12号車に連結される中間電動車です。先ほどのモハネ285と編成中2両で頑張る電動車です。この車両は伸び伸び座席という座席扱いの席が28席と、車端部にシングル2室のほか、自動販売機車掌室を備えます。最大の売りの伸び伸び座席は座席扱いなので寝台料金が不要です。手荷物一つで飛び乗ることができると人気の車両なんです。外観上の特徴は、側面に上下に28個並ぶ小窓が見事ですね。でもこちらも分類上は2階建て車両ではないんです。285系はブルートレイン24系25型の老朽化による車両置き換えとスピードアップによる逃走力確保を目的に1998年に登場した車両です。なんといっても伸び伸び座席以外は全て個室寝台で、ぬくもりのある空間デザインを演出するために三沢ホームの M ウッドが採用されたんです。今回のサンライズエキスプレスの動画はこれで終わりです。ちょっと長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系節分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価とコメントも楽しみにしています。特に鉄道好きの皆様からのコメントはとても励まされますし、動画を作る上でとても助かっています。ありがとうございます。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。